アルジェシ県は、ルーマニア南部アラキア地方の県。県とはピテシティ。東部は、ドゥンボビツァ県。西部は、ブルチャ県とオルト県。北は、シビウ県とブラショフ県。南は、テレオルマン県と接する。2002年度調査で、県人口は65万2625人で、人口密度は1平方キロメートルあたり、約95人となっている。その他は、ロマ人などである。 県の総面積は6862平方キロメートルである。土地の工程は3つの際だった部分に分けられる。北部は南カルパチア山脈に属する標高2400メートル以上のファガラシュ山脈が連なり、北東にはレアオタ山脈がある。この山脈の間にはブラショフへ向かう峠である、ルカールブラン峠がある。標高が低くなる。 中央部には800メートル前後のカルパチアに属する丘陵地帯で非常に深い谷と交差する。南部はワラキア平野の北部にあたる。県内を交差する主な河川はアルジェシュ川でその他の河川と同様に山に源を発している。南部の主要河川はベデア川とテレオルマン川である。アルジェシュ県は国内でも産業化の進んだ県である。 石油精製所とミオベニには二つの自動車工場、タチアとアロがある。県の主な産業は以下の通りである。原油が中央部と南部で産出される。数カ所の石炭の炭鉱がある。ミオベニ近郊には原子力調査とチェルナボダ原子力発電所用の原子力燃料を生産する施設がある。アルジェシュ川流域にはたくさんの水力発電所があり、 ビドラル水力発電所とダムが知られる。丘陵地帯はワイン生産と果樹園経営に適しており、南部は穀物生産に適している。主な観光地は以下の通りである。県は3つの都市と4つの町、95の小地地帯からなる。ありがとうございます。